競泳都市実況その2、春の実況スペシャルということで、前回までのあらすじ。就職で都会にやってきた主人公、仕事疲れで不意の雨に打たれる。今日はネットで出会ったオフ会の日。それなのに巨大な巨人が現れてどうなっちゃうの？ぶっちゃけありえない。そんな感じです。今日も今夜もやっていきましょう。いつも見てくれてる君、ありがとう。そして、ここから見たという君、ぜひチャンネル登録、高評価してみてくださいね。さて、なんかステージをクリアすると、そのステージあったことがですね、この新聞じゃないね、ネットニュースかなになるみたいですね。で、クリア後のリザルト画面とか、いろんなものがですね、ここに出てくるみたいです。巨大異星人現る。これウルトラマンでね、光の巨人をウルトラマンと呼称。シェア1って自分しか見てへんだけど、大丈夫かな、このネットニュース。ビルを覗き込む巨大異星人、巨人同士の戦いの前に、みたいなことが書いてあるみたいですね。四角を押すと、なんかアイテム変えるみたいです。というわけで今回はですね、どれ買おうかな。別にコインが15個。とりあえずメガネを買いましょう。なぜって、私がメガネが好きだからさ。さあ、次に行きましょう。とりあえず。次のステージに進む。セーブする。というわけで、セーブも終わりました。次に行きましょう。次のステージに進む。再会した彼女と共に、待ち合わせ場所で合流した彼女の手を引き、私は夢中で走った。どこをどう走ったのかわからないが、とにかく走った。一刻も早くここから離れたいと思い、目の前にある階段を駆け下りた。彼女は何も言わずに私と一緒に走ってくれた。そりゃウルトラマンが戦ってるこの状況じゃねえ。説明が遅れましたがですね、この巨泳都市というゲーム、特撮や、アニメのですね、巨大な、生物やら何やらヒーローとかね、が街中でこう、戦ってる電車に飛び乗ったところを逃げるという感じのゲームですね。すげえ色してんな、髪。おお、これだろ。これ本当の画像かな。すげえでかいけど。こんな赤いパーカー着てる人を見たことある。本当にこんなのが街に出てきたなら見てみたいよな。見てみたいな。確かに自分の目で見ていなければ信じられないだろうな。私も彼女も見たわ、あの巨大な影を。どう見ても影じゃなかったけどね。名前は確か河野ゆきだったかな。オフ会だったんですけれども、あなたの名前を思い出していたの。今からどこへ行こうかと考えていたの。この先どんな展開が用意してるか気にしていたの。めたいな。まあ普通にあなたのことを考えていたのでいいですかね。あなたのことを考えていたのよ。え何よそれ。こんなやりとりの中、彼女を見て私は微笑ましい気持ちになった。勇気づけられた。愛おしいと思った。できれば触りたいと思った。とても腹立たしいと思った。とても警戒した。まあ微笑ましい気持ちになったですよね。微笑ましい気持ちになった。よくわかんない人に微笑ましい気持ちになるってどうなんだろう。なんだ今の。これ渡しておくね。何、怪しいアイテム。緊急事態、急ブレーキをかけます。危険を避けてください。急ブレーキってレベルじゃねえぞ。大丈夫大丈夫だ、問題ない。
電車の前の方から声がするわ。行ってみましょう。どうなって、そこら中から声してない。一体ステージ2に地下にうごめく形影。アイテムで確か着替えができるってありましたよね。とりあえずメガネをつけておきましょうか。つけれたね。しかし上着取れちゃったな。もう全然ポリスマンに見えないね。もう下手したら駅員さんだよこれ。駅員さんダッシュ。めっちゃ倒れてるけどみんな捕まんなかったのかな。電車は動かないの？どう見ても動かないでしょ。原因はわからないのですが、電源が停止しているようです。管制室とも連絡が取れなくなっていて。ひどい怪我の人もいるみたいだぞ。一体どうして急停車なんてしたんだ。すみません、その線路上に何か動くものが見えたんです。ほんの一瞬だったんですが。地下鉄で動くもの、人とか動物、こんなところに。穏やかじゃないね。とにかく怪我をしている方もおられますから、次の駅に助けを呼びに行きましょう。足元が暗いですから走らないようにしてください。ねえ、緊急事態なのに駅員さんの対応すごい冷静ですね。なんだ今の音、どうなってんだ。お、なんか話でも聞いてみよっか。いたたら足が。俺はここで待つよ。早く助けを呼んできてくれ。私は展開的についていかなきゃなんないんだろうから、ついていきますよ。何なのよ一体。待ってくれ。姿が見えない。え、何何。本当に何かいるんじゃないか。運転手の説明不足だわ。めっちゃ嫌な音するんだけど。そしてメガネをかけた私がこれです。ねえ、やっぱメガネはいいよね。君もメガネ付きかい。もしかして駅のホームじゃない。本当だ、駅に着いたんだ。結構近かったんですね。何これ、強人とか怪獣が出るゲームじゃないっけ。こんな仕方で何かある。気のせいか。うわ、何あれ、見たことあんな、これ。これあれか、もしもし、なんだっけ、ガメラに出てきたレディオンの、なんか、お、回収電灯拾えねえかな。やったぜ、拾えた。オプションボタンを押してアイテム画面から装備したアイテムを取り外すことができます。とりあえずどうすればいいんだろう。こっから逃げんのかな。うーわ、違うくせえ。危ねえ。いや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 、追っかけられてんだけど。ここ何、こっちが正解だったの。行き止まりなんだけど、どう見てもこの中に逃げ込めれば。とにかく扉を叩いてみる。大声で叫んでみる。叩いてみよう。開けゴマ、力ずくの開けゴマ、筋肉の三拍子。彼女を先に車内に入れる。レディーファーストだ。これはあれだね、ガメラに出てきたなんだっけ、レギオンの、レギオンという怪獣のですね、なんだろう、子供、古希、この車両も幼虫みたいなもの。まあアルミだしね。ホームにもあいつが。乗客には車内に留まるようアナウンスしたんだが、一部の乗客が無理やりドアを開けてしまって、それについていった人々が
次々とこういう時焦ったら負け、はっきり分かんだね。ここにいては危険です、どこかへ避難しましょう。こいつら一体何なんです。まあ聞いても分かんないよね、多分私も分かんねえもん。ここにいては危険です、どこかへ避難しましょう。確かにここにいるよりは可能性がありそうだ。かぶせてきた、行きましょう。焦っては負けないが、動くべき時に動かないとやられるっていうね。とにかくここから出ましょう。出てみました。鳴ってんだけど、どう見ても音に反応してるね、これね。やつスマホに反応してるのか。音に反応してんじゃない。また着信があると厄介だ。今のうちに電源を切ってきます。それ絶対近づいたら慣れるフラグじゃない。電源を切っておいてください。細かい修正っていうか知らないんですけど、なんか音とか光に反応するのかな。それでもスマホって言ってるから電気式機器か何かに反応するのかな。俺ライト消しとかないとまずくない。これで外すのかな。絶対鳴るっしょこれ。やっぱ鳴ったし、うわ持ってかれたし、こうなったらもうダッシュで逃げるしかない。開かない、右側のドアが開いてる。ここからホームに出られそうだ。セーブする、セーブ、よし出るしかねえ。おお目の前にいる。うわコイン取らなきゃ、とりあえず。うおー逃げろ逃げろ、うおーやべえやべえやべえ、やべえじゃん。これやられたんじゃね。行く手が塞がれてる。どうにかして奴らの注意をそらせないだろうか。自分の携帯電話を投げる。もったいないな。魔物の真似をして仲間のふりをする。ふりをしてみる。どうしよっかな。まあでも命には変えられないか。うわうわうわ、何これ。これは心の体重。何これ、何これ。しましょう。動いてる、うごうごいてる。動いた。どういうこと。たまには気合い入れておめかしして出かけようと思っていたのに、こんなのに遭遇するなんて。わお。ごめんなさい。すげえスカート履いてますね。大丈夫ですと心配かけないように答える。痛いよね、骨折してたらどうするのよと凄む。あ、ぶつかったお尻の感触が素晴らしかったわと感想を述べる。あ、普通に大丈夫ですよね。いえ、大丈夫です。よかった。本当にごめんなさいね。一体何が起こってるの。いやさ、すげえスカートだな。隣の桜区でも巨人が現れたってニュースがあったけど、あなた、うん、綺麗な顔してるわね。綺麗な顔してるだろう、主人公なんだぜ。協力して地上に上がらない。私の名前は柏木梨沙よ。柏木さん、ウェブサイトでコラムや記事を書いてるわ。へえ、ウェブライターの方ですか。私たちは自己紹介をして、それぞれが見てきたことを伝えた。前にもウェブライターを名乗る人に会ったというと、
町にはスクープを狙う人が大勢出ていることを教えてくれた。そりゃこんな状況になればね。そうだ、連絡が取り合えるようにメールアドレスを交換しましょうよ。アドレスを交換したいけどスマホがないことを説明する。交換したくないし、しかもスマホはないという。美しい女性とアドレスを交換できるのは嬉しいけど、まあ普通に。メールアドレスは交換したいんですが、スマートフォンをなくしてしまったんです。そうなんだ、わかった。ねえ、高かったのに。私の予備を貸してあげる。マジで？シムフリー？仕事柄2台持っているから。マジで？私も2台持ってる。まあ、次はね、手分けして地上に出るルートを探しましょう。柏木さん、いや、こっからか。とりあえずトイレに入れないかな。トイレ入れんのかよ。お、入ってみるもんだね。コインがありますね。ねえ、トイレがあるゲームはいいゲーム。鏡を覗き込む。花彦くんとか出てこないよね。汚れた鏡がある。汚れすぎじゃないこれ。あ、鏡を見ると髪型変えられるんですね。ヘイロック、ひっつめ、ショートボブ。モンハンでこの髪型なんですよね。でも今回ロングにしておきますか。ねえ、やっぱりロングヘアは女性らしさっていうかね。でも男子はショートヘアの方が好きな気がする。なんとなく。ねえ、よく見かけるパーカーのお兄さんだ。ああ、岩渕さん怒ってるだろうな。岩渕さん。ああ、深夜ラジオに行くっつってたお姉さん。どうしたのかって？バイト先の友達に深夜ラジオの公開生放送の、そうだよね、やっぱりね。電車が来なくてお店に行けないんだ。君が森本くん？どうして僕の名前を知ってるの？先ほどいた岩渕さんから森本くんと会ったら、先にラジオ局に行ってるから森本くんと出会いチケットを受け取れたら、ラジオ局まで持ってきてほしいと頼まれた話をした。そうなんだ。この調子だと電車は動かないだろうし、急に私もラジオ局まで行けるとは思わないが、渡してしまった方が気が楽だ。後で岩渕さんにとっちめられても嫌だしね。君に託そう。じゃあ頼んだよ。RSG ラジオまでそのチケットを持って行ってくれよ。RSG ラジオってとこに行けんのかな。というわけで、いい時間撮ってるので、今回はここまでです。この、ナズカポリスは、脱出できるんでしょうか？それではまた次の夜にお会いしましょう。それではまた。